はーい。樋口。ん？あれ、さっきからいた？いた。え、呼んでた？ううん。入った時から、いるのは気づいてたけど。そっか。あ、あと、カフェラテの M で。IC カードでお願いします。じゃあ、お疲れ。あれ？ん？待っててくれたの？ああ、コーヒー飲んでた。じゃあ、帰ろうか。うん。おはよう。は？何？急に。夜だけど。夜でもおはようなんだって。業界だと。え？ああ。働き方がいろいろだから、時間帯問わずでおはよう。なんだっけ。らしいよ。だから、おはよう。私、芸能人じゃないし。そうなの？そっちはどうなの？どうだろう。ほら。まあ、そうなんだって。もう、いろいろやってるんだ。え？うん。テレビ局行ったよ、挨拶。そっちは？宣材写真、撮った。ああ、撮った。見せてよ、樋口の。いや。なんかいや。勘違いしてるみたいで。そうなんだ。っていうかさ、朝倉は、なんで？ん？コンビニにいたの？え、なんとなく。コーヒー買うため？まあ、そうだよね。うん。え、何？うん、別に。じゃあ、うち入るから。お疲れ。お疲れ。おはようございました。それ、絶対違うでしょう。ひななちゃん。入れたよー。ダメだよ。みんなで来てるんだから。それに次はトールちゃんの番だったでしょ。でも誰も入れてなかったよ。それなら一言聞いてから。いいよ、ひななの番。トールちゃん。あ、じゃあトール先輩、ひななと一緒に歌おう。うん、歌えるかな。やっはー。もう、ただいま。ちょっと奥入れて。はい、
曲始まってるけど、誰の？歌わないの？はーい、ひなな、マイク取って。なんかさっきからひななばっかり歌ってない？そんなことないけど。あは、トール先輩と一緒に歌います。ああ、やっぱパス。わかんないや。じゃあ次。あのみんなで歌うんだったら、この間もらった曲はノクチルの。んー、でもカラオケに入ってないよ。それはそうかもしれないけど、息抜きでカラオケ来たのにそこで練習するとか意味ないよね。そっか。みんなはもう歌詞覚えた？まあ、大体。私、歌詞の紙持ってるよ。ほら。歌詞、あるならいいじゃん。やろ。あ、先に飲み物取ってきていい？うん。じゃあひななもラテラテ。私も行こうかな。まどかちゃんは？私は取ってきたばかりでしょ。曲鳴りっぱなしだから消しとくよ。ごめんね。すぐに戻ってくるね。はいはい、どうぞごゆっくり。ノクチルの曲いつカラオケに入るの？え、入るの？入らないの？私たちの名前も載るのかな。プロデューサーさんに聞いて。歌詞